下半身リードをするための左足リード。プロゴルファーの奥山です。今回は左足リードのトレーニング方法ですね。左足リードというのは下半身リードです。じゃあ下半身リードでいいじゃないかと思われるのですが、僕も手打ちの時に下半身リードをたくさん練習しました。でも下半身というと右側が出てしまいます。手を振ってしまう人は右サイドが出る癖があります。なので左足だけを動かします。そうすることによってプロゴルファーのようなシンプルな下半身リードが可能になるんです。そのための練習が必要です。このようにゴムを引っ張ることによってしっかり左足でスイングする感覚が身につきます。キープするのも大切ですね。このようにキープする練習もしっかり左足リードを記憶させるには大切です。左足リードはこんなイメージです。先ほどトレーニングをしておくとこの動きがしやすくなります。左足リードをするから手が走りヘッドが走ります。このような動きを覚えたいんですね。トレーニングをしておくとゴルフのスイングをした時に勝手に動きやすくなります。この動きの筋肉がついている人とついていない人では動きが違いますね。ボールを打つとこうなります。切り返しで左足がリードされるからヘッドが走ります。このように足を使っていることがよくわかります。一見足に注目しないと手を振って見えますが、それは勘違いです。しっかり足が動くからヘッドが走っています。足に注目するとゴルフのスイングは変わってきますよ。スロー再生。このスイングを見ると左足がどれだけ重要か分かりますね。切り返しから見てください。ここで左足を使うからクラブが振れます。これは腕を振っていないことがよくわかります。皆さんどうしてもゴルフクラブをスイングするときに腕を振っていませんか？腕ではなく下半身リードなんです。下半身リードをすると必ず右側が出てきます。だから左足リードが大切なんです。左サイドを動かせば右はつられていきます。なので先ほどのトレーニングが必要です。左サイドが動く癖がついていれば必ず微スイングになりますよ。しばらくイメージ力をつけてください。比較しましょう。トレーニングの動きとスイングを比較します。この時の動きを強化しています。この癖をつけることによって左足リードをしやすくなります。このトレーニングはとても大切です。人間は無意識レベルで動くことが大切です。クラブを持たないで動かす練習がとても大切なんです。一見無意味に思えてしまいますが、すごい大切なので皆さん実践してみてください。ご視聴ありがとうございました。